未経験から IT エンジニアに転職しようイントロダクション、このコースについて説明いたします。このコースは IT エンジニアの実務未経験から IT エンジニアに転職する方向けのコースとなります。 IT エンジニアの職種や就職活動の方法や進め方などの転職ノウハウを解説いたします。この動画を視聴されている多くの方が現在 IT エンジニアに転職するためにプログラミング学習に取り組んでいると想定しています。未経験からの IT エンジニア転職は計画的に準備が必要です。このコースを通し転職成功を目指していきましょう。それでは具体的なカリキュラムの流れを見ていきましょう。まず最初に未経験から IT エンジニアに転職するロードマップを紹介します。続いて IT 業界職種について理解します。履歴書、職務経歴書の書き方については用意したワークシートに沿って各項目を埋めていきながら実践していきます。動画を見ただけでは成果が出ませんので、ご自身で実際に手を動かして学習していきましょう。自己分析のレクチャーでは 5W1H 手法を使ってこれまで経験してきた業務内容を振り返り自己分析を実践していきます。また企業分析でも同様 5W1H 手法を使って応募する企業の分析を実践していきます。面接練習では面接でよく聞かれる質問に対して受け答えできるよう練習をするレクチャーとなります。コースを通して応募に必要な書類の書き方から面接の練習まで入念に準備して転職成功を目指すコースカリキュラムとなっています。繰り返しとなりますが、改めてコースのターゲット受講生について説明します。実務未経験から IT エンジニアへ転職したい方を想定したカリキュラムとなっています。このコースを教える中村優太です。エンジニア歴は10年以上で、今は経験を生かして起業、プログラミング教育事業やソフトウェア開発事業などに取り組んでいます。最近では会社の成長に伴い経営の仕事が増えてきていますが、今でもプログラミングを行う現役のエンジニアです。プログラミング教育を中心とする IT 教育事業では10万人以上の受講生の指導実績があり、多くの受講生の方の自己実現をサポートしてきました。私は複数回の転職の経験に加えて面接官側の経験もあります。また最近転職を成功させたスタッフも参画してカリキュラムを制作していますので、教科書的なことに加えてより実体験に基づいたノウハウをたくさん組み込むことができました。それでは次のレクチャーから一緒にカリキュラムに取り組み、転職を成功させ、なりたい自分に近づきましょう。